よせ、ジム。待て。おとなしくしろ。話しやがれ、神羅のいるから。黙れ、血ネズミ。チー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 、どうしたの。神羅の倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え、でも今日は世話になったからな、レイダ。ありがとう、行こう。いたたたたた、ちょ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 、もげな、腕がもげな。そんなに引っ張るなって。暴力反対。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。神羅の倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、ボーデル。ID は引っ掛けだ。お前の ID で神羅の施設に入れるわけないだろう。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん、なんだお前は。仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。貴様、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。そこ、死ぬなよ。行くよ。行こうな。やっ、さあ、そこ、ヘジラッチ。決まった、仕留めた。決めろ。あ、なんだ。どうしよう。口を封じる。ん、おい、おい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよう。